信頼できる情報源に従ってください。写真は、未知の少女と一緒にホテルに入るジョングク、BTS。これは、ジョングク、BTS とベッキー・ジーとの日陰の関係についての聴衆の議論の多くを説明していますか。この関係の珍しいことのいくつかを見てみましょう。この女性スターとジョングク、BTS の相互作用は非常に自然で、恥ずかしがり屋ではありません。ベッキー・ジーは、このようなレッドカーペットでジョングクと親密になることができる珍しい女性スターです。クポップでは、男性と女性のアイドルは、不必要な論争やデートの噂を引き起こさないように、常に一定の距離を保つ必要があります。グローバルグループの防弾少年団にとっても、特に公開イベントで、7人のメンバーが異性の同僚と親密になることは滅多にありません。ベッキー・ジーは、AMA2021 のレッドカーペットでジョングクを積極的に引き寄せました。しかし最近、ネット市民は、レッドカーペットでジョングクと親密であることを公然とあえてした最初の女性スターを発見しました。そして、それは有名な歌手のベッキー・ジーです。最後の AMA2021 のレッドカーペットで、ベッキー・ジーとジョングクは腕をお互いの腰に巻きつけて非常に自然なポーズを作りました。ジョングクとベッキーがお互いの腰に腕をまとうようになり始めたが、彼の隣の RM は混乱しているようで、メンバーと絶えず場所を変えていた。しかし、ベッキー・ジーのすぐ隣にいる別のメンバーである RM は、女性歌手に触れずに隠れようとしました。RM はかなり恥ずかしがり屋のようで、ジョングクとベッキーはとても自然に相互作用します。ベッキー・ジーは、チキンヌードルスープの曲で J-POP とコラボレーションしたので、防弾少年団にとって見知らぬ人ではありません。これは、AMA2021 レッドカーペットでのベッキー・ジーと BTS の再会です。それらの間にたくさんの近い写真がありますが、それらは論争を引き起こさなかっただけでなく、彼らがとても可愛いのでネット市民に多くを共有させました。その理由は、ベッキー・ジーが外国のスターであるため、彼女の親密な行動はクポップアイドルほどネチズンには見られないからです。ビデオ全体をご覧いただきありがとうございます。このイベントについてコメントや個人的な意見を残してください。ありがとうございました。